はい、どうもリッチです。さあ今回はダウンインザウッズという開発中のゲームをプレイしていきます。さあこのゲームね、簡単に言うと中世の街づくりゲームなんですが、一応ね敵みたいなものがいて、まあここだよね、これを潰すのが目標だよという街づくりゲームだね。なので RTS 的な要素が入っているんですが、街を作ります。ちょっとじゃあこの辺から離れちゃってね。あ、水が多いですね。カメラ操作が非常にしづらいんで今難航してますけど、こう上にやるとね、下を向くと左右はちゃんとその方向に進むんで、なかなかちょっとまだ慣れないですね。さあまずはこんだけ建物があって、左側はざっくり生産系で、右下に軍系がいっぱいありますね。あ、ナイトからアーチャーま で、右上壁もあるので防衛もできるよと。まずはこのタウンセンターね、市役所ですよ。これビレッジャーの召喚がこう水とパンからできると。4人ですかね。じゃあまず木切ろう。あ、違うか、まず家か。家が10の木と5の石刻んでますね。どうやって使ったんだろう。73と75か。 OK、 2軒作ろう。じゃあね、これ4人召喚できます。あ、こっち側ね、これをこうやって割り当てていくと、まあ、簡単なリソース管理ですが、あとはじゃあ石とやりますか。石はこの辺、これ砂じゃないですか。石、ここはここ。ここにもありますね。どうなんだろう。置いたが赤いな。大丈夫かな。あ、見れますね。水からなのかな。木は反応しないよと。じゃあ井戸か。あとはじゃあ畑だね。畑どうしよう。この辺かな。こう向き間違えましたねこっち表と捉えてるんですけど、召喚して井戸行って、お、帰ってきたね。運んでんのかな。まず全作業できるにしたいんですけど、パンは、ここで小麦にするわけです。麦にして、それを小麦粉にしてパンにすると、まあ、いわゆる一般的な家庭なんだろうなと。まあずっと全部割れててね、見てみようか。あ、いったね。ってことはできるのかな。さあまず水を汲んでいます。ちゃんと音がありますね清らかな音がしますが、こういう無音も多かったりするんでね、ちゃんとしてますね。しかも見てください、右上、曲気に入らなかったら帰れますよ。こう中世的なね、中世を舞台とした音楽をこう変えることができると。で、どこでやってる？これかな？すごいね、作業の動きと音が合ってないですけど、頑張って木を切ってますね。何がすごいって、この木の方が画質いいんじゃないかな、人よりそこまであるぞ、これは。で、畑ね、畑も頑張ってますね。小さなフィールドで 3個ですか、3列やってますね。で、石はもはや分かんないですけども。さあちなみに、あ、もうパンないんですね。ちょっとこれはまずいな。資源増えてるか見たいんですけど、まずこれか、見るか。風車作って、くっつけちゃう。あ、いいね、いいね。でかい。いやー、ここかな。こうやって持ってくるなら石も持ってくんのかな。あ、っぽいな。ちょ、畑さん一回さ、ここ行って。で、こう、ベーカリーを。いいね、いいね。一軒の家みたいになりましたね。
ちょっと開いて攻めてみるか。何倍なんだろう。あ、カメラ操作も速くなってる気がする全部速くなっちゃうんだ。さあ石が20個で増えてる気がしないですね。小麦は今変えてるんで減っていると。倉庫的な役割ないのかな。水は9、石とか木は、10単位で変わってるかな。水はちょっと減りましたね。使っている感じか。どんどん減って、お、増えた増えた、入ったね。たまにしか帰ってこないんだね。で水は減り続けると。で彼は帰ってこないね。掘るのに夢中になりすぎた男と。で来た来た来た、これで20、よし、パン行ってみよう。これで10ないとね、召喚できないし、なんなら家もないか。あとは小町ですね。さあなかなか、あ、帰ってきた久々に。この期間で10なのかな。何人か遅れたらいいんですけど、どうだろう。10か水の減り方もすごいですけど、多分10使って10なんだろうね。距離が遠いかもしれないな。走行的なやつないかな、見てみよう。家でしょ、市役所。あ、でもこれがそうか、タウンセンターが倉庫か。こうなった場合道も置けるんだね、ストリート。おおよその生産物を置いたんで、例えばもうここに置いちゃって倉庫代わりとして置くとね、いうことができますが。危ない、消えないとこでしたね若干角度が大丈夫ですか。さあ来たんじゃないでしょうか。よしよしよし、あいつ消えたな。近づきすぎたんでね、ちょっと消えちゃいましたね。農地は固定かな。もう一人いればパンも固定できるだろうと。あ、ちょっと水が、こいつあれだもんね、遠方の地で使い続けてるんで、ちょっとしたこのラグ、タイムラグ的な部分で苦戦してると。あ、いい曲ですね。陽気な曲流れました。変えましょう何種類あるんだろうね。大丈夫、いるあ、いますか、ちゃんとこの中に。あ、いますね。ちょっと一度小麦粉にしましょう。で失われてない、大丈夫かな。さあこれでね、木を切り、水を取り、小麦をやりと、すべて揃ってますね。この辺のやつはいいんですけど、ちょっと遠いかな彼らは。ここで軍行ってみようかな。まだ早いか。微妙な増え方だもんね。水はこの量でいいとして、もう増やせないか。パンがいりますね、もうちょっと。やっぱりあれか、もう一人いるな。こいつやっぱ石使うか石使っちゃうか。これで固定しちゃいましょう。これさ、ちょっと待ってね、どうなっているんだろうかと。裏手に2人そこでやるんだ。まあ、この動いてる風だね。まあ、これで溜まったら送ろうか。スピード止める、普通倍速なんだね。ちょっと見に行ってみるか。さあ冒頭はいなかったんですが、別にいないですね。これやり合う相手なのかな。
軍を送ってみるとこまでやってみようか。さあ、小さな小さな町、例えば壁とかは、あ、簡単に置けるね。いや、これ割と使わないか。1マスなら相当使うよ、これ。ちょっと軽く置いてみます、軽くね。あ、そんな感じか。なるほど。さあ、パンちょうだい、パン。多分できてると思うんですよ。お、かわいいウサギいますね。ウサギのローポリ感半端なくない？まあこいつもローポリっちゃローポリなんですけど、あれだけなんかマイクラみたいなレベルになってますけど表現の差がありますね。あ、小麦粉がないんだろうな、きっと。ある分くれないかな、ちょっと。ある分をまず入れようよ。考えよう。デイビッド、帰ろう一旦。デイビッド、邪魔ではないよね。あ、邪魔なんだ。ちょっとこれ弊害がありましたね。壊せるかな。ちょ、ベーカリー移動しましょう。やっぱ感覚は大事ですね。感覚がないと。さあ、パンはあるんでしょうか。やってるね。あ、そこに鎌があるっちゃあるんだ。間違ってないんだね。さあ、こうしている間に水だいぶ溜まりました。もう石取り放題だろうね。お、来た来た来た、ようやくよ。で、裏手ね。さあ、これ全資源を取ることは可能ですね、これってね。ここからじゃあ行ってみますか。バラックス、あ、これバラックスか。ありましたよね、あの敵の拠点に。ウォーリアーは鉄と水だと。鉄はそもそもあるか。あ、これだ。火事ですね、火事。バラのとこ置いて、打ちつけて、何かを取ってくるのかな。石が足りないんだろうね。サボリアもいいんですけども、入れちゃいけますか。入れちゃいけないですね。小麦が余ってる段階かな。まあ、この1回が10なんで、まあ、大体パンとかなら1回行ったら1人って感じで、分かりやすいっちゃ分かりやすいですね。あ、水がないか。パンある。あ、家がないか。これね、2人目行けるかどうか問題ですよ。行けるんなら石かな。行けた？行ったね。さあ、見てみましょう。2人同時作業です。お、重ならない。重なると思ったんだけどな。その辺の感覚あるんだ。いろんなインディーゲームやりすぎてね、なんかこういう場合重複した時にこうね、二味一体になるのかなと思ったんですけど、これは相当水を使うんだろうな、きっと。さあ、とはいえ結構兵舎とか作ったので、まあそんなにね、木もないね。ここで町としてね、最低限できたんじゃないかなと。小さいですけども。では、次ちょっと鉄がね、作ってみようかなと思うんですが、さあ、どうだい調子は。軍一人送れば勝ちじゃない。兵士一人だけ作っていってみようか。さあ、石が8しかないので、
おおよそ石町かな。これ最初買っておけないんですけど、これなんか置けちゃうんですよ。これはどう？これどう？行ってみよう。あ、パンめちゃくちゃありますね。来たんじゃないかこれ、ついに。よし、まあ、一応家もね作ってと。何かをやってるぞ。あるっちゃあるんだろうな、きっと。別枠なのかな、もしかして。でもこいつ山に行ってて、こいつ山に行ってないっていうね。帰ってきているんでしょうか。あ、石を、石、まあ石から多分鉄の、ね、何かが湧いてきて、それを使って、鉄ができるよと。で、それを使って、バラックスナイトとか別だと思うんですよ。ナイト出してみるか。クソ高いな。でこっから石使うんなら、ちょっと大変ですね。なんとか頑張って増やしてもらって。よし、いけます。お。あ、高い。めちゃくちゃ高いです。ウォーリアとナイトの違いは気になるな。さあ一応ね、まあ街はできましたね。簡易的ですが、ここから RTS 形式として戦いがあるみたいですね。まあページ見てみると、なんかこれ今後の更新か、カタパルトとか兵器が増えるみたいで、よりなんか戦争にね振っていくんだろうと思うんですけど、ここから人が出てこれば、来た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 、行こうぜウォーリア、ウォーリア、ウォーリア、ウォーリア来て、ウォーリア、これがウォーリアね。もうちょっと寄ってみたいな。これがウォーリアです。これがウォーリア、その人、これが何、攻めていくのかな。いいね、いいね、ウォリアその人。行ってみるか。ウォリアちょっと命令聞かないですね。そして俺はこっちだよ、ウォリア。まず道路乗ろうか。よし、たまに反応しないんでね、ちゃんとウォーリアの方を押してあげてと。さあ一人、あのね、カラジロに向かって行ってみましょう。ウォーリア全部を解き明かしてね、攻めて終わろうと思いますが、そう、画質雰囲気的にはいいですけどね、かなりまだ荒いですね。開発してはバージョンが 0.2 かなと思うんですけど、さあ、お、なんかあるというか、宝箱ありますね、ウォリア。開けよう、ウォリア。俺いける、ウォリア、ウォリア。ウォリア。こっから入れないですね。純粋なセンターマナーな感じかな。ウォリア、どっか行けないかな。頑張って。これ、めちゃくちゃ欲しいですよね。ちょっと。ウォリアの操作権が抜けないんですよ、ずっと。一応理論上はまだ操作してんのかな。どっかで外せばいいんですけど、適当に押して、それでもう一回押すと OK。 やっぱ反応はないか、これ気になりますけどね。なんか誘うように宝箱ありますが、ウォリアあれを取れずと。こんな感じですね、終わり方ね。ウォリアが見ると、最初生産チェーン的なね部分と戦争チェーン的な部分はできていますが、これから戦争システムとかが出来上がっていくのかなと。まあ、今回はね、開発中の中世の街づくり兼、ちょっとまだ戦争とは言えないかな、街づくりゲームですね、やりました。